まあただね、桜井がやれるね、時間っていうのはもう過ぎ去ってしまったわけですから。あとは君たち自身が立ち上がるかどうかだけです。君たちがなんとかね、立ち上がっていかなきゃいけない。 ぜひね、応用感に来てもらいたいと思います。で、こちらはですね、まあ、先ほどもちょっとね、告知したんですけども、今週中に一応出すという話は聞いております。800文字以上、1600文字以内で、今後10年間の日本について、どう考えるか、ちょっと漠然とはしてるけれども、皆さんの考えるね、その10年後の日本、10年以内の日本の動きについて、論述していただければと思います。まあ、来た応募の中からですね、桜井自身でね、選んで、1期6人、3部屋ね、使えるんでね、だから最小で言えばね、 一人かもしれないし、二人かもしれないし、そういった形でね、選ぼうかと思っております。で、一期は大体2週間ぐらいを目処にしております。それ以上にね、痛いんだっていう人はですね、まあこっちに相談してくれればと思いますけれどもね、楽しそうだなって書いてるけどね、ぜひね、今のうちから800文字以上、1600文字以内の今後10年間の日本の動きについてどう思うか、 ま、これについては書いておくことですね。何度も言うけれども、桜井がなんでこんなことしなきゃいけないんだという話でもあるんですよね。被害なんていうものは、そもそも人から教えてもらうもんじゃなくて、自分で掴み取るもんだ。まあ、桜井としてできる限りのことをやっていくんだ。今回ね、あの、支援先ですね。まあ、そのお金を振り込みたいっていう人もいると思いますので、応援する会でも結構ですけれども、あの、桜井の個人講座も公開することにしました。 個人講座を公開するので、まあそちらの方にね、振り込んでいただければ100%桜井がね、きちんと取りますのでね。<laughs> まあ本当にね、ちょっと関係ないんでしょごめんなさいね。ついのすみに移ってですね、まあ結構ね、それでも東京に行く用事があったんですよ、今までは。ついのすみか,から東京に出てくるっていうのが、実はすごい大変なことだっていうことを気がついたんですね。いや、あの、ホテル代が高い。こういうこと言っちゃいけないんでしょうけど、ホテル代が高いのよおかしいなというですね。アパホテルってあんなに高かったっけ ですね。あのアパホテルですよ。10平米机があって、ベッドがあるんですよ。昔ね、京都だったかな京都に行った時に、京都の駅前のアパホテルがあるんですよ。京都タワーがある方のアパホテルですよ。で、そこにね、泊まったことがあるんですけども、それがね、当時4000円だったんですよ。もう今こんな値段じゃね、泊まらせてくれないんですけどもね。4000円だったんですね。